ゲルスフェルトは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区の古田郡に属する市である。本市は、ヘッセン州東部、レーン山地内に位置している。ゲルスフェルトは、気候の良い保養地として、あるいはクナイプ水浴の町として知られ、レーン生物圏保護区を通る遊歩道の起点であり、ウィンタースポーツの町でもある。南のハーダースバルトは、 ビルトフレッケン連平城の北部分にあたるため大部分が立ち入り禁止となっている。ゲルスフェルトの中心部ゲルスフェルトは半円形に山に囲まれている。この山は自然地域区分としてはホーエレーン山地に属しているため町は2つの自然地域区分の境界上に位置していることになる。この保養地はユネスコのレーン生物圏保護区内を南西に向かって 流れる古田川の谷に位置している。市町村再編によって1971年、1972年に、アルテンフェルト、ダルヘルダ、ギーヒエンバッハ、ヘッテンハウゼン、マイアースバッハ、モスバッハ、オーベルンハウゼン、レンガースフェルト、ローデンバッハ、シュパールブロート、ロンマース、ザントベルク、シャヒエンが、ゲルスフェルトに合併した。これらの地区の多くは、谷底のヘエンや、 横谷との合流部に位置している。この町の面積の1、3以上が草地を多く含む農業用地で町内の中高度の多くを占めている。森林の占有率も高いが、これは集落から比較的離れた斜面や高度の高い場所に限られている。ゲルフェルトは、北はポッペンハウゼン、北東はエーレンベルク、東はオーバーエルスバッハ及びビショフスハイム、南は ビルトフレッケン、西は、エーバースブルクと境を接している。本市は、市名の由来となったゲルスフェルトのほか、12の地区から構成されている、アルテンフェルト、ダルヘルダ、ギーヒエンバッハ、ヘッテンハウゼン、マイアースバッハ、モスバッハ、オーベルンハウゼン、レンガースフェルト、ローデンバッハ、ロンマース、ザントベルク、シャヒエン。また、市域内に、ハイソン、ザムパッハがある。 ゲルスフェルトは944年にジェラルディスフェルドとして初めて文献に記録されている。その由来はシュネーベルク家にある。スウェーデントリデアとフルダは1059年にフルダ領となった。フルダ修道院委員長ハインリヒ7世は皇帝カール4世からゲルスフェルトに都市圏、市場開催権を授ける許可を得た。しかしこの町には防衛施設は建設されていなかった。 強大なビュルツブルグやフルダの所領の他に中世後期からは小さな貴族家も比較的独立した独自の権力地域を設けていった。1402年と1428年にビュルツブルグ市協領はもともとフルダの村であったゲルスフェルトをその水木と共にホム・フォエーバースベルク・ゲナント・フォン・バヤー家に霊園として与えた。これによりゲルスフェルトは フルダの影響力から離れた。この貴族家は宗教改革の過程で宗教的貢献を主張してその地域における貢献を完全なものとし独立の決定的な部分を獲得することができた。30年戦争ではビショフスハイムへの街道を監視するためにレースベルク山にスウェーデントリデとも呼ばれる防衛施設が設けられた。本市は1656年に 帝国騎士のフォンエーベースベルク家を呼び、フォンシュタイナウゲナントシュタインリュック家の下で、フルダの領主権家から完全に離れ、皇帝直轄地となった。かつての帝国騎士領として、ゲルスフェルトと現在この市に属す周辺地域は、現在に至るまで、主にカトリックの地域にありながら福音主義の信仰を保っている。アルテンフェルト、ゲルスフェルト、キッペルバッハ、マイアースバッハ、 モスバッハ、オーベルンハウゼン、ローデンバッハ、ロンマース、ザントベルク、シャヒエンがゲルスフェルトの支配下に属していた。エーバースブルク領主化は、主に財政上の理由から、近世、16世紀から17世紀における、ゲルスフェルト周辺の再開発に決定的な役割を、担った。これに対して、18世紀から19世紀には、新たな村の建設はほとんど行われなかった。 成長した集落のわずかな拡大と密集化が起こっただけであった。この居住地の姿と組織に決定的な影響を及ぼしたのは1756年と1814年の大火をはじめとする現在の地域で発生した数多くの火災であった。1756年の大火では233棟の建物が破壊された。 1803年の帝国代表社会議集を決議に、基づき正界諸公領が世俗化され、何度も領主が変更された後、1816年に、旧フルダ修道院領は、ヘッセン選定公国に属すこととなった。しかし、ゲルスフェルトは、バイエルン王国領となり、地方裁判所の所在地となった。1866年の広島戦争後、プロイセン王国は、 ヘッセン選定公国を併合した。1866年8月22日にベルリンで締結されたプロイセン王国とバイエルン王国との間の和平条約でバイエルンはゲルスフェルトとオルプをプロイセンに譲渡した。この地域は数年後に新設されたヘッセンナッサを州に編入された。ゲルスフェルトは新しいゲルスフェルト軍の軍長所在地となった。 レーン鉄道は1888年に古田ゲルスフェルト間を初めて運行した。東西ドイツ国境に位置することから1990年までこの街は経済的に不利な立地にあった。州の国境周辺地域振興政策はわずかな調整にしかならなかった。国境開放後の現在もレーン山地はヘッセン州、チューリンゲン州、 バイエルン州の三つの州の宗教にある。ヘッセン州の地域再編に伴い、1970年12月31日に、それまで独立していたマチソン、モスバッハ、レンガースフェルト、ローデンバッハ、ロンマース、ザントベルクが、ゲルスフェルト市に合併した。1971年12月31日、アルテンフェルト、ギーヒエンバッハ、ヘッテンハウゼン、 マイアースバッハ、オーベルンハウゼン、シャヒエンがこれに加わった。ダルヘルダは、1972年8月1日の、州法発行により合併した。1972年8月1日、当時の人口約50人の地域が隣接する、エイバースブルクに分離された。1350年頃に、ジェラルド・イズフェルトと表記されたゲルスフェルトは、ゲリサとフェルドからなる。 入植地に多く見られる地名である。これは、集落の形成が8世紀、または9世紀であることを示している。1036年に、川の名前として、ゲーラ派と記されている。このマイナスアヘは英雄のバリアントである可能性がある。これは、後のゲルスフェルダー・バッサーを指している。元の川の名前は失われたが、集落の名前として残った。 ゲルスフェルトの福音主義教会福音主義、ゲルスフェルト福音主義ルター派教会は、ゲルスフェルト、マイアースバッハ、シャヒヒエン、オーベルンハウゼン、ザントベルク、モスバッハ、ローデンバッハ、レンガースフェルトを管轄している。カトリック、聖マリア非正天教区教会と、マイアースバッハ地区のバハトキッペルの麓にある聖、ベンデリヌス市教会を有するゲルスフェルト。 ローマイコールカトリック教会は古出し教区に属している。この教会は1938年に移転するまでのキッペルバッハを含め大多数を福音主義が占める自治体ゲルスフェルト全域を管轄している。ゲルスフェルトの市議会は31議席で構成されている。2014年9月10日からステフェンコレルがゲルスフェルト市の市長を務めている。歴代市長。 ゲルスフェルト氏の紋章は39枚の葉をつけた西洋菩提樹の木である。その根は土台を貫いて地中に伸びている。このデザインの背景は1866年まで町の集会が村の西洋菩提樹の木の下で行われていたという事実にある。木はこの町の住民を壁の土台は1359年に授けられた都市圏を 根はこの町の住民の安定と定着等を象徴している。バロックシュロス。背後の塔は福音主義協会、ゲルスフェルト住民の最も重要な収入源は前世紀までは農業であった。それは天然の地下資源が比較的乏しく大都市の中心から遠く離れているため、商業、工業やそれに続く工業がわずかしかなかったためである。 ゲルスフェルトでは現在も集約的な乳牛飼育による専業農家が比較的多く存在している。農林業従事者の比率は現在2%以下である。50%以上が従事する第3次産業が町の就労構造の主要部分を占めている。雇用者の多くが接客、宿泊業に従事している。約1、3が第2次産業に携わっている。 田舎の風情、人里離れた感覚、魅力的な温暖な気候がこの地域の長所であり、観光に有益である。6軒のホテル、多くのペンション、一ダース以上の民宿が西洋に用いられている。昔ながらの散策、滑空、スキーの他に、クライミング、マウンテンバイク、テニスなどを楽しむことができる。ヘッセン広域自転車道、r 号線がこの町を通り、 コーエローツコプフとバッサークッペとを結ぶ自転車道であるギップフェルルートはこの町を起点とする。私立ホールでは1989年から毎年10月にドイツ爬虫類学及びテラリウム協会のアリオルイ部会が開催される。鉄道アイスへの接続など全国的な鉄道網への接続はフルダで行う。フルダからゲルスフェルトへは レギオナルバーンが通じている。支線の古田ゲルスフェルト線は1997年に約1200万ユーロを費やして補修が行われ、レーン産地で定期的に運行されている最後の鉄道路線である。道路この町を連邦道 B279 号線が通っている。この道路は西側は古田及び連邦アウトバーン A7 号線に、 南東側はバイエルン州ビショフスハイムアンデアレーンに接続する。ゲルスフェルトで連邦道 B279 号線から B284 号線が分岐し、北西方向のエーレンベルクで B278 号線に接続する。レーン州レゲルスフェルトには3つの学校が集まっている。ゲルスフェルト学校センターがある。基礎家庭学校のオットリリエンタール州レ。 養護学校のアンネ・フランク・シューレ、共同型総合学校のレーン・シューレ・ゲルスフェルトが、その参考である。レーン・シューレは、ヘッセンスキー連盟の公式なスキー、養成センターである。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。